加藤さんおはようございます。生徒さんもおはよう。若菜おはよう。大ちゃん、あ、大兄だ。おはよう。ミートさんおはようございます。直樹さんもおはよう。ガヤさんもおはよう。リンダおハピー。ウタさんおはよう。グイさん、イオリーナンダイ。ちょっと待って、どこまで読んだ。どこまで、あ、あったあった。ニーナさんおはよう。ベニーさんもおはようございます。シャムナコさんもおはよう。コアさんもおはようございます。ちょっと待って、声がなんかいる、喉になんかいる、ちょっと待って。まあいっか。カボスさんもおはようございます。銀ちゃんさんもおはよう。ヤスさんもおはようございます。ヘッドメルさんもおはよう。モリートさんもおはよう。梅太郎さんもおはよう。リサミホさんおはようございます。セイゴおはよう。そう、声やばいよね。マキちゃんおはよう。ミツルさん、ミツルさん、ミツルさん、ミツルさんもおはようございます。コウシさんおはよう。ジスンさんおはようございます。服かわいい、ありがとう。 めちゃくちゃなんかね、そこら辺にあるのポポンって来ちゃっただけなんだけど。そう、朝配信珍しいでしょ。ちょっとどこまで読んだ、ちょっとどこまで読んだ。シュガさんおはよう。みなさんおはよう。ゆうとさんもおはよう。マイおはよう。エリポンズさんもおはよう。わがらボーイさんもおはよう。ゆめたんおはよう。ちょっとちょっと読めない、ごめん。え、なんかすごい、たけやんさんとか、あゆぱるさんとか、まさやさんとか、青菜炒めさんとか、秋山さんとか、あ、ポロンさん起きれてありがとうございます。ねこねこさんもおはようございます。え、こんなに来てくれると思わなかった。え、なんか結構なんだろう、最近全然コメントとか読めなかったから、朝配信すれば結構みんなのコメント読めるかなって思ったけど、こんなに来てくれると思わなかった。ありがとうございます皆さん。嬉しい。すっぴんじゃない、すっぴんじゃないよ。ショートホープさんもおはよう。眠い、ティーノさん眠い、眠いね。いや、めちゃくちゃびっくりした。なんか白い影がと思ったらライトが起こってきただけだった。逆光だから顔がね、本当にこれないと真っ黒なの、バッて。だからちょっとライトをね、結構前になんか皆さんに、なんだっけ、美顔ライトみたいなの買いなよって言われた時に買ったライトを今使ってる。呼ばれてないよ。ケイタさんおはよう。アラジオさんもおはよう。変なおじさんもおはよう。せやせやさん初見です。初見さんいらっしゃいませ。ちょ、うるさいと思うけど。ゆっくりしていってください。うたさんも来てくれてありがとう。結婚式に参列してそうな服。そんな、そんなお上品な服じゃないよ全然。まこさんおはよう、久しぶり。あのね、よりさんね、そう、学校ないのってコメント今見えたけど、よりさん春休み。春休みなのよ。もう全然、もう絶賛春休み中だからね、大丈夫。もうさ、宿題が多いの。お助けて。小論文が、小論文が2つ3つ書かなきゃいけなくって、1個2枚3枚を、あ、2枚か、1個2枚を3個書かなきゃいけなくって、もうさ、語彙力ないからさ、勘弁してくれよって本当に思ってしまう。わかんないもん、小論文とか書き方がいまいち。新サラマルさん初見です、ありがとうございます。そうだよね、夜は逆に見れないのか。ありがとう。エクボに生まれたい。
リーさんエクモに生まれたい、埋まっておいで朝ごはんなおなんだけど、よりちゃんはにゃおさん、よりさんはね5時に起きたんだけど、5時に起きて結構5時に起きて30分ぐらいもう何葛藤、起きなきゃ、起きたくない、起きなきゃ葛藤して、二度寝、その30分の間に二度寝三度寝ぐらいしてバッて起きて、起きなきゃって言って起きて、髪の毛まずセットしてメイクして食べたよ、朝ごはんはラーメン食べたほんとに四六時中ラーメンだからさ、ラーメン食べたラーメン食べました担々麺え、本当に朝昼晩って本当に今までっていうか、このイコラブ入ってからラーメン生活をしてたから、あの本当に夜だけ野菜にするだけでめっちゃ痩せるのこれを気づいたの最近、あ、食生活ってこんなに大事なんだって本当に思って、あ、すごい、一食だけ野菜とか一食だけなんだろう、あまりカロリー低め豆腐とかそういう生活にするだけでこんなに体重減るのかって最近知った食生活大事だよ食生活大事すごいよねえ、偏差値68って高いのかな、わかんない、てちのすけって呼んで、てちのすけ、課題がない、しょうごさん課題がない、え、うらやましすぎるよそれは夜の後押しのゆかで覚えてほしい、ゆかさん、ゆかさん、れなさん初見です、ありがとうございます、いらっしゃいませ、マーシャさんスカッパー見てくれたんです、ありがとうございます、ごめん、私すごい下の方からさコメント読んじゃう人なんだけどさ、ごめんね、そうスカパ、私ナオトインテライミさんが好きで、そうあのちょうど私たちがその出番になって控え室みたいな時にいる時にナオトインテライミさんが披露してらっしゃって、私 CD、 お兄ちゃんが CD を持っててそれを聞いてからずっと好きなんですよ、ナオトインテライミさんが、それでもう、あー、なんだろう、生の圧倒感っていうか、なんて言えばいいのかな、ずっと CD とかで聞いていたから、あ、生と CD ってやっぱり違うんだなってすごい思ったし、やっぱ生のがいいなってなんだ、なんて言えばいいのかな、いや CD もすごいいいんだけど、生でしか味わえない臨場感じゃないけど、そのライブならではのそういう感じが味わえてしまったから、なんだろう、あ、やっぱり生がいいよって思ったすごい、やっぱナオトインテライミさんの歌声好きだなって思いました。朝からラーメンって重いのかな、蒙古タンメンではないです、蒙古タンメンはなんかなぜだか分かんないけど、夜に食べたくなっちゃうの、夜なの、蒙古タンメンは夜、私はなんか夜専門なの、だからダメなんだよだからダメなのえ、そう、ジロー行きたいの、ジロー行ってみたくって、ももちゃんさんおはようございます、ふみかちゃんもおはよう、はるかおはよう、ちゃんとしたもの食べなさいよ、作ってみなさんちょっとね本当に料理ができない、そう、あの聞いて、この前あのあれ
何、冷凍してあるポテトあるじゃないですか。冷凍してあるポテトをマイカとノンノと一緒に遊び行った時に、マイカの家かなノンノにどっちかの家で、あ待って、どっちだっけ、マイカの家でポテトを食べたんですよ。でその、あじゃあ食べようねって言って、その冷凍のポテトを買って、じゃあちょっと私が作るから台所借りるねって言って、そのポテトはあのなんだっけ、油を多く使わないでいいやつなんですよ。なんかちょっと少なめの油でできるよっていうポテトで、でも人様の家の油をいっぱい何使うのはあの申し訳ないなって思って申し訳ないなって思って、でも私が買ったから私が作るねって言っちゃったし、私が作んなきゃって思って、その油を申し訳なさでいっぱいで、油をちょっとしか入れないで作ったんですよ、そのポテトを。そしたら圧倒的油が足りなすぎて、衣とかがもう本当に取れちゃって、全部なんか衣っていうか、もともとついてるなあの衣みたいなやつがボロボロに取れちゃって、え なんかおかしいなって思ったんですよ。こうやってなんだなんつうの、こうやってやってる時に、あれなんか剥げてきてるなって思って、あでもや私はちゃんと作ってるつもりだったから、あれ大丈夫かなって思って、ずっとこうやってかき混ぜてたらボロボロになっちゃってボロボロになっちゃって笑われましたね。こんな、なんで説明書見てちゃんとやらないのって、こんなのもできないのって言われてもう、えなんか油使うの申し訳ないと思ってって言ったら、そんな使わないでしょうよって怒られて怒られました上手に作れないんだよマシャ色に染めてくれるかな。いやいいよパクった私のあ、髪の毛セットくるのでラジオで聞きます、いってらっしゃい。初見です、歌声に惹かれました、ネコニンさんありがとうございますそんな歌声、なんか最近ね、そう舞台やってから結構ね、なんか喉の調子があんまり良くなくって、あなんか整体に行ったんですよ一回。講師さん部活これから、え頑張ってください、頑張って、そうだ部活か、朝練か、頑張れ。何部なんだろう。サトシさん初見です、ありがとうございますわさびシュークリーム食べよう、絶対嫌だ。あそう、髪切ってから初のショールームです。そうなの、そうそう、ありがとう気づいてくれて。最近ガルパにハマってずっとやってる、ゆめたん、お目が高いお目が高い私は圧倒的ロゼリア推しですね、圧倒的ロゼリア、もう本当にかっこいいと思う。怖い話とか言わないで本当にあのいおりさんでもね、作れるよ、私料理作れるよいやこれ嘘じゃない、何味噌ラーメンが好きです何ラーメンが好きかなって怖い話じゃないよ私本当にあの結構あのうちの直樹さん得意料理、ゆで卵をね作らないどの口が言うやってね本当に。えでも昔あのお兄ちゃんがその何入院とかしてた時に、あのお母さんがそのお兄ちゃんに付きっきりになっちゃって、その時にほらお母さんとか帰ってきて食べるご飯もないなって思ってた時に、チャーハンとかオムライスとか作ってたから、そこら辺は作れる、さすがにここら辺は作れる。あとあでもその時にお母さんに、あの今までチャーハンとかオムライスとかしか作ってこなくって、でお母さん何食べたいって言ったら、サラダが食べたいって言ったの、その時に。で私はサラダって言ったらもやしなのね、なんかもう野菜はもやしネギニラ出てきてる人だから
だからなんかもやしでもサラダにニラはないなって思って、サラダにネギもないなってそこはちゃんと分かってて、だからもやしとレタスと人参をねサラダにしようと思ったの。それで今までもやしをねサラダに乗ってる入ってるもやしが茹でてあるっていうの知らなくって、人参も生だと思ってて、いや生だよね、あれ生だ、人参って生、え分かんないんだけど、それでもやし買ってきたもやしをそのままさらに盛り付けて人参もなんかこう千切りにしてサラダに盛ったら、お母さんがあ、より作ってくれてありがとうって言ってサラダ食べた瞬間にあれこれ茹でたって言われて、え茹でるのってなってそういうのはあった人参は生だよね、もやしだってもやし見た目わかんないじゃん、茹でてあるとか茹でてないとかで、ずっとそのままだってきっと茹でない方がシャキシャキするって思ったの私は。オムライス持ってない、オムライス持ってない、オムライス本当に持ってない。だからもやしだって、もやしは茹でない方がシャキシャキするっていう なぜか固定概念が私の中にあってあでも茹でてしなしなになっちゃったらどうしようって思ったの。茹でてしなしなになっちゃったら美味しくないなって思って、でも炒めるのも絶対違うって思って、もやしって生なのかなって思って生のまま入れたのえ目玉焼きさすがに作れるよ料理配信やだあ、もじぐちさんおはようございます。えサラダもやしじゃないゆい名前呼んで、ゆい、そうもうもやし、あそうなんかこの前、この前っていうか結構前かな、バイキング、バイキング違う、何食べ放題、リサとかアンナとかノノとかと行った時にもやしに、あなんか前も言ったかも、その時になんかもやしにかけるドレッシング、トマトのドレッシングが本当に美味しくて、やっぱもやしが一番って思ったサラダは本当に もやし大好き、本当にもやしば、もやし、もやしっこだから。怖い話じゃないそうラーメンの上にいるやつしかね食べないかも。ねえたかちゃんさん、最近友達の影響でイコラブ好きになりました、ありがとうございます。お友達さんもありがとうございます、言えなかった、お友達さんありがとうございます。サイコパスじゃない、パスじゃないパス、パスミ、そんな私パスミ深くないよねえてちのすけさん、わっしょいわっしょい、どうしたでもね、すんごい笑われた、多分お母さん覚えてないよ、でも私の記憶にはそれが衝撃的すぎて本当に記憶に残ってる。そうもやし、そうえ本当にね、もやしって本当に結構ね栄養がねあるの、もやし舐めちゃらあかんで、本当にもやしって野菜の中で一番回復力っていうの、なんつうの、あの疲労回復、そう疲労回復疲労回復にがだよ、疲労回復に一番いいんだよ本当にってやってたらしい、この前言われたお母さんに LINE で、もうずっとあんたがもやしっこだって心配してたけど、もやしは疲労回復に一番いいんだってって言ってた本当に本当にもやし、え待って、聖子声がダメだ、なんかねダメなんだよね、本当になんか変な声出る。聖子タワーありがとうございます。そうコスパもいいよね、コスパもいい、もやしはちょっとね。今日はいつですか、3月15、ミリアの誕生日、あれ3月15って何かあったな、あ3月15って何かあったな、あれ、あ友達の誕生日でもあるんだ、小中って一緒だった、あ間違えちゃった、あ間違えちゃった、間違えちゃった、あ間違えちゃった
書き直そう間違えて金曜日って書いちゃった。木曜日ちょっと気が早かった。木曜日せーの。あ、なんか今日文字が字ちっちゃい。パワーありがとうございます。ダメだ、これ書いてるときいつも沈黙になっちゃうんだよね。やっぱいいや。はい、聖護タワーありがとうございます。タワータワーありがタワー。ええ、一日遅れのホワイトデー、ありがとうこんなすごいホワイトデーにタワーもらえるなんてありがとう、嬉しいそう、スキメちゃんだよ、スキメちゃん。ちょっと待って、それでは、あ、そっかそっか、カメさんうん、食べようあ、パスミって、あの何、サイコパスを、なんだろうな、パスミが深いって長いじゃんサイコパス、もう何でも略しちゃうんだよきっとみんな友達とかも言うもん、なんか、あ、このキャラパスミ深くねとか、もう全部 LINE パス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 言ってるよパス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 。今日の服はもやし意識全然もやしはもっと履かないよもやしはもっと透明、なんだろう、水しか入ってない、純度が高い、こんな純度が高い純度が高いもやしは確かに栄養ない、お高くない花さん今日卒業式、ご卒業おめでとうございます。ご卒業おめでとう。私も今年卒業だ、今年卒業、今年違う、来年か、今年高3だから、どんな気持ちになるんだろう。中学、小学校の時は泣いてない、中学の時は、ん、小学校の時泣いたか、あ、小学校の時泣いたかも、で中学の時は泣いてない、中学の時はもうスンって感じだった。もうなんで、旅立ちの日に何か歌うじゃないですか、卒業式で、白い光の中にみたいな歌えないからちょっと今適当に歌ったけどみたいな曲歌ってる時も感情が無だったな、こんな感じだった全然無だったな。高校泣くのかな、泣かないだろうなきっと。でも前の学校だったら、やっぱ転校したから、そっちの転校する前の学校だったら泣いてたかもしれんけどね、わかんない、泣くのかな、その時になってみないとわかんないよね。ジェラトーニリッキーさんおはよう、初見です。お、ミニナと一緒に誕生日を迎えました、おめでとうございます。3月15日ですか、ってことはおめでとう。私の友達にも3月15日いますよ8000本ぐらいタワーを立てて、よりの髪をなくしたいリンダそんな髪がなくなったら買えばいいんだからって書いて買えばいいんだよ、そんなね、買ってもどうせ買っちゃうんだから、髪なくなっちゃったらそんなことしなくていいんだよタワーは今すごく結構ホラーなこと言ったよね、
スケベちゃん誰がさやてー、お久しぶり。怖くでたくさん話したい。話そうね、怖くで。何話そう。なんか久しぶりすぎてさ、みんなと何話そう。多分ちょっとコミュ障が戻ってるかもしれない。多分コミュ障が戻ってると思う。ちょっとここがね、ショートにしてからちょっとさ、ここが目立つ。ここがちょっと丸い。なんか丸いの、丸い。だからあの昨日の両耳をねかけたじゃないですか。そう、かけたんですよ昨日髪型両耳かけてて、実はなんか丸いなって思って綺麗な円だなって自分すごく綺麗な円だったんです、昨日。本当にここここやばいな。ちょっとラーメン食べ過ぎかもしれないな。セブンダックさん、ユリって白好きだよね。そう、白多いね、服装多いかもしれないです。リンリン、リリリって呼んでほしいな。リリリ、私の好きな踊り手さんにリリリって方います。メデューサユリさん、え、てんちゃん、え、てんちゃん音じゃ知ってるの、え、嘘だ実況者さんだよね。え、知ってる、え、私の違う方かな。え、待って、私本当にさ、てんちゃんおはこんばん、ん、おはこんばんにちはって知ってる。え、ひろやさんも知ってる。え、ブライアン、え、ブライアンさんの音じゃの真似は知らない。え、きよー、さっき見てた髪の毛セットしてる時とかすごいキヨの実況を見てた。キヨさんの3 キヨさんの、キヨさんの実況を見てました。そう、兄じゃ音じゃ、兄じゃ音じゃ、おついちさんも好きみんな泣いたの。まきちゃんも花火さんも泣いたの。しげるりゅうさんも。あら、ガイアさん、かやさん、まい、中高い、中学高校一緒だから全然卒業式感なくてみんな寝てて校長にキレられた。それはやばい。あ、ゆい、そう、あの、ありがとうございます皆さん、あの琥珀の写真作ってくれて今使ってくれてありがとうっていうゆいのコメント見て思った。逆だなって、なんか私がありがとうっていう立場なのに、すごいありがとうって先に言われちゃったって思った。先に嫌がってゆい冗談ありがとうしできるよ。え、待って、え、ゆはるさん進級できるよ何言ってんの。あ、野球してきます。コーチさん、いってらっしゃい。野球頑張ってね、部活。もう、あら、4日前誕生日だったマサパパさん。4日前ってことは3月11日。あ、私のおばあちゃんも3月11日なんですよ、誕生日一緒だ。何、髪の毛、そう、髪の毛ね、髪の毛伸ばさないのって。なんかさ、あのね、な、自分すごいこの髪の毛ね似合ってるって思ってるの自意識過剰じゃないけど、髪の毛を切ってもらった時に、あ、私やっぱりショートカットがぴったりくるなって思ったの、すごく。でも正直、あの白衣装とか、白衣装に合わなくてこの髪型が浮いちゃう。なんかね、男女みたい、なんか男女みたいなの。それでなんか、あ、
やばい、めっちゃ浮いてるこの衣装にって思って、あのショックを受けました。ああー、まあわかっ、こうなるよねってってなった。からあとこの髪型だとあのアレンジができないのね、全然。だからアレンジしようって思ってちょっと外羽とかやってみても、なんだろう、ちょっとかっこよくなっちゃう、なんだそっち系そっち系どっち系、なんかなんていうの、ちょっとなんていうのなんかチャラくなっちゃうっていうか、なんだろう、なんかちょっとアイドルっぽさがなくなっちゃったって言えばいいの、そうアイドルっぽさがなくなっちゃってだから早く伸びないかなって早速あーあ、ねえ、そういえば、あ、ありがとう。ありがとう。何時までする、ね、何時まで分かんないんだよ、それが。どうし、春休みだけどさ、あれなのかな、時間守っ、あれなんかいいのかな、8時まで、何時までできるんだっけショールームって。あ、そうなの、生後でもまだちょっとやると思います、ショールームカメさんありがとう、怖く撮ってくれて。ちょっと待って、あー、あれ、ちょっと待って、返信しちゃった、ひとみさんに。握手したら好きが溢れるからしたくないんだけど、溢れよう溢れよう。え、よりと同い年、ゆうやさん、仕事ネイルください、あやまるさん、フレーフレーフレー、あやまるさん、フレフレー、あやまるさん、フレフレー、あやまるさん、わー、お仕事頑張ってね、今日休み、今日、あ、帰っとこう、これな、な、え、いつまでやればいいんだろう、待って、どこ、なん、あれ、規約みたいのって何時までだったっけ、確認するの忘れちゃった、ちょっと待って、春休みですって入れとこう、ちょっと待って、春休みです、です、はい、あれ、ほ、あれ、ちょっと待って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 、あ、今日8時強制終了、あ、そうなん、あ、そうなん、そうなん、そうなんだ、あらら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 ら、待って、春休みですって書くね、春休みです、ダジズでど、春休みです、春休みです、イエイオッケー、イエイ、前髪の乱れは精神の乱れ、ゆえさんは乱れてるのが正常だから大丈夫乱れてるのがもはや正常レベルだから大丈夫。ゆうたさん、怖く握手会か、待ってますそう、制服の衣装の方がこの髪型合うのよ、ちょっと。サユニアさん、初見です、ありがとうございます。え、いおりさんって男じゃなかった、え、
ばい、全然ちょっと見えなかった、よく見えなかった、何なんて、ショートが好き、ありがとうショート頑張るよ、ショート担当頑張ります、ちょっと足が足が見えちゃった、よいしょ、ちょっと体育座り、ごめん、体育座りにした瞬間さ近寄れなくなってちょっと文字が、握手会までこの髪型ちょっと伸ばしたいなって思ってたあーもうさ、アレンジできないのしんどいなって思って、あ、なんか別に私は別にいいのよ私は別にいいのだけど、つまらないかなって、なんか皆さんが、なんだろう、やっぱ小悪とかになるとさ、髪型とかいつもと違う髪型ができるし、いつもと違う私服が見れるから、小悪の、そこが小悪のいいとこなのかなって思ってたから、この髪型だと全然アレンジできないじゃんって思って、なんかつまんないなって思った、もう縛る、こうやって縛る縛っちゃおうかな、もうちょっと路線変えてこれからちょっとキャラ変えますって言ってできないからね、そういうのも。ああ、そう、魔将軍ザンさん、プリキュアの誉れさんにしか私が見えないって、そうコメントで結構それをツイートしてくれるじゃないですか、コメントしてくれるじゃないですか、で気になって調べたら、あってあってなりましたあってなった、ひとみ、ひとみありがとう、そうだ、ひとみと同じ名前だよって、お久しぶり、お久しぶりです、ザザザザザ、ん、あら、朝から時計が止まらなくて焦った、あ、それは焦るね、アラームかな、アラームが止まらないと本当にさ、夢の中で止めてるのよ、なんかいつもアラームをが鳴ってて、あーもううるさいなって言って止めるんだけど、夢の中で止めてるだけでずっと鳴ってるの、耳元で、なんで今止めたじゃんって起きるその2段階目がないと起きれない、いつも。ひとみが返信待ってる、ひとみが返信待ってる、ひとみが返信待ってるひとみが返信待ってる、何時までやんの、8時、ちょっと待って8時、ちょっとさ、私サイレントにしちゃうからさ全く聞こえないのよね、申し訳ない。宿題配信する、え、宿題配信する、教えてくれる、みんな小論文、小論文教えてくれるならやりたい、やらないけど結構それって暇だよね、きっとみんな、イエイ。そう、リサに思いっきり顔面パイしましたこの前、なんだっけ、大特訓中で、ずっとやりたくて、もう本当にやりたくて、もうなんか、いや、されるのも、されても、されても見たいなって思ったけど、その後の何、顔洗ったりとか髪の毛洗ってブローしてから帰らないと帰れないって、その状況をちょっと想像したら、いや投げたいって思ってついリサに投げ、リサに投げたよあのすごくなんだろうな、思いっきり嫌がる感じ、本当に嫌がってる感じが、多分本当に嫌だったんだろうね、リサは多分そういうの本当にリサ嫌いだから、もう好きその反応を待ってたって思いながらガーンってやった、楽しかった、楽しかった、できるよ、明日、明日は配信、明日は朝配信しないです、明日はしないよ、今日できるよ、今日電話、あ
スイちゃんちょっと待って言っちゃったビッグソウビッグかぶろって言われた、マイカにもヒカルさん言われたんだけど、そのビッグを小枠1小枠1小枠なんだ1第1ん第1次小枠なんか3回あるじゃないですか、今回この1回の小枠で多分ビッグが持たないんですよ、あの絡まっちゃって、だからビッグはダメだなって思った。なんかもうね、ちゃんとしたビッグが欲しい。ゆい合格祈願してほしい。ゆいが合格しますように、ゆいが合格しますように。不安だよねやっぱ合格できるかってね。すごいみんな交互で見てるんだ、一緒にオッケー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 で待って、すごい人目にすごい今ねうざがらみしてるごめんね今 LINE は開いてる、 LINE は開いてるよ、 LINE はララ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  LINE 見てるよ。呼び捨てにしてほしいです。歌そうだ、みんな呼び捨てって言ってた、ごめんって言われたじゃあちょっとね、ちょっと待って私ね、こうあのね同時進行できないらしい、ちょっと待って、鳴っても起きない、それもわかる。ヒデさん初見です、ありがとうございます。僕らの制服クリスマス、ありがとうございます、好きって言ってくれた。そっか、もう僕らの制服クリスマスを歌う機会が少なくなってきちゃうのか、はあ、寂しいね、それは寂しい。ってことでひとみさんに電話したいと思います、イエーイ急すぎ、ちょっと下手くそだ、下手くそ下手くそ、ドッキリが下手くそ。ちょっとそう、ひとみさんと電話しようって話をしてて、今からひとみさんに電話したいと思います。はい、ごめんね、ねえ出て、ね、なんで出ないのねえ今 LINE したやん絶対、あおはよう、ああおはようございます、聞こえますか皆さん、ゆりこやっほーやっほー、お疲れ、朝からお疲れね、どういうこと？言わずもできるよ早起き。びっくりした、だってさ朝起きたらさもうよりの配信始まってるんだもん。そうだよ。30分早くやってるよ。ひとみさんより。びっくりした本当に。なんで？何事かと思った。なんか起きんのかって思った。やりふる？は？ね。ははって。やりふる、やりふるレベルだ、やりふるレベル。ねえなんで謎すぎるでしょ。やりふるって言わない？何やりふるって、え結構ほらなんか珍しいことすると雨降るみたいな、でやりふるの、やりふるえ何意味わかんなかった、マジでなんか今なえ本当に意味わかんなかった今の、嘘やばい、言うよやりふるって朝からうるさいっていやえじゃしんどい、しんどいよ、うんダメだ、あ、2つの、頑張ろう、ん明日はやんないの、明日はや
やらないですゆりさん。私は明日もやるけど。え、何時から？え、7時半から。え、あ、え、そっか、え、え、そっか、え、すごい強いね。強いんだよ。強いよ、強く強く生きてらっしゃる。よりしんどいだって。なんでしんどいって。しんどい、ほんと朝からテンション高いね。え、もほんとにこんな感じでさっきからずっとね、 LINE じゃ、 なんだっけこれ、ショールームショールームやって。ほんとさ、やばいわ。え、今さ、ちょっとゆりの顔面見ていい？やだ。私がショールーム開けばいいんでしょ？あ、そっか、あ、それはいいよ全然。ゆりの顔面、いやいやいや、電話越しで映せとは言わねえよ。え、そう、びっくりした。だからちょっと背景やばいなって思って。ポスターとかが。え、ちゃんと、え、化粧してんの？え、してるよ。え、やば。なんかほんとに5時に起きたんだ私。ねえ、聞いた、ゆりが5時に起きたんだって。ちょっと待って、私感動してるんだけど。え、これちょっとみんな聞こえてる？ちょっとムカつかない？この人ちょっとムカつかない？ちょっと待って、私昨日も今日も明日もすっぴんで配信するつもりで。え、全然すっぴん。すっぴん、ま、ゆりかわいいよすごく。今ね、見えてるショールームで。あなたのショールーム見てる。何見てんのよやばい。え、かわいいよ、ふわふわしてて。なんかやばいやばい、目線合ってるやば。私は今日イコラブティーを着てるから。すんごい。なんでしんどいとか言うの？なんでイコラブティー着てしんどいわけ？イコラブティーしんどい。なんでしんどいの？謎でしょ。なんで謎すぎる。面白い。イコラブティーみんな見てるのかな？ひたみの。ちょっとみんな見て。私も見れるこれ。通話しながら見れる？見れるよ全然。あ、じゃあ見よう。じゃあ見るわ。気づかなければ。あの、入室するを押さなければ。あんな、あ、なんで、なんで笑ってんの本当に意味わかんないんだけど。ほら、黒くて生きてるって。すごい白いねマジ舐めてんのか本当にやばいんだけど、本当にやばい。めちゃくちゃ今世紀一番面白いよ。今世紀一番面白い。なんでちょっと謎すぎない？イコラブティー着て面白いな。ちょっと本当に意味が分からない。でもすごく似合ってる。ありがとう。なんやこいつらって言われてるよ。ねえ、ごめんね。すごい、なんでツボってんのって言われた。本当だ、何にツボってるんだよ。でもちょっとユリと電話してすごいね、元気が出た。分かった。本当に、まあ、なんか朝ってそんな声出ないけどさ元気が出た早く会いたいね。え、かわいい。は？何見てんの？もういいよ、ね、もう見なくていいよ。かわいい。そういうこと言っちゃうの、その格好で。もう本当にいいわ、バイバイ。で、ごめんね、ごめん。愛おしいよ、瞳が。絶対嘘だ。本当じゃない。モテモテだからさ、最近よりすごいモテモテなんですよ。なんで？だからおしめって言われてるじゃん。いや、まあそれは違う。ちょっと格好が男っぽくなったから、ちょっとみんな血迷ってるんで。そう。だってしかも帽子マリオだったし。
ねえマリオじゃない。ねえひど、私の持ってる帽子全部マリオって言うんだよこの人。ひどくない？じゃあ家が被ってるとマリオなんだよ本当に。本当に？うん本当にマリオなの。あなたもマリオ似合ってたよ。ショールームでバーンされちゃったけどね。あそう。そうなの？そうだよ。あや。いや本当にちょっと昨日のね格好そのままね皆さんに見せてあげたいよりの。やだ。本当に本当にね。あの壺とかそういうわけじゃなくて、ね、なんか別に失礼だけど好きでもないし嫌いでもない格好だったの。じわった格好だった。めっちゃ面白かった。すごい言うじゃん。すごい言う。朝だから言えるのかな。怖いね朝って。朝って怖い、ね、怖いな怖いな。テンションが JK すぎるってコメントが。それね、もう JK だもんな。ラスト JK だよもう。そうだよ、ブランドなくなっちゃう。どうするの？どうやって生きていくの？知らない。え、じゃあさ、でもなんか制服着てラストどっか行きたいね。え、行きたい。え、え、ディズニー。え、制服ディズニー行きたいよね。え、制服ディズニー行こう。 LJK 制服ディズニー。え、行きたい。 え、めっちゃいいじゃん。え、行こう、行こうね。行こうね。約束よ。ちゃんとさ、うん、高2コンビで行こう。そうだね、2人で行こうね、そしたら。だって LJK はうちらしかいないんだから。そうだよ。楽しもう。楽しもう、最後ラストに。イエーイ。イエーイ、楽しみ増えた。ほんほん。なんて言った今。でもなんて言った？ポンポーン。いや謎。そう待ってよ。やり並みに意味わかんなかったから今ちょっと。やりなんちゃらもう意味わかんねえよ。やりが降るね。ねえもう。本当になんかさバカな会話だよね。バカな会話だよ。本当にバカな会話すぎてしんどい。じゃあひとみさんも。いやもうもうあと7分だようちら。そうだよ。じゃあ終わろっか。そうだね。ありがとうございました。本当にありがとう。いいお年を。楽しかったよ。うん、私も楽しかった。元気出たよ。よかった、私も元気出た。起きたいつもの私になった。本当に、うん、ハロー。バイバイ。ね、ポンポーン。バイバイ。電話聞こえてた、大丈夫？なんかひとみがあのテンションを上げるためになんかバイブス上げるためになんかポンポーンっていきなり言ってきてなんかいきなりポンポーンって言ってきたから、なんかラストに最後電話終わるけど一言言ってって言われて、あ、筒抜けよかった、聞こえてた。だから私もちょっとテンション上げてこうって思ってポンポーンって言った。もうみんなポンポーンでいこう、みんなポンポーン。これが JK テンションだよ。高いね。テンション高い。楽しい。でも槍が降るって言わない？槍が降るって言うよね。おかしい。ありがとうございます皆さん。すごい、もうなんか
テンションやばかったね。 BGM に BGM ってテンションじゃないね。なんか目覚まし時計って感じのテンションだったけど大丈夫ですか起きれたかな皆さん。おはよう、おはようみんな。やりこふる言うよね連続の歯をいただいたよ瞳から。さあ、あと4分、あ3分、4分です。じゃあ何しようね。もう、あ、ひかるんさん、そう、ジュークって呼んでくれてる、ありがとう。ゆかたんも来てくれてありがとう。ガリガリくんさんも、え、地上波でポンポン、やだ恥ずかしいじゃん、言うよね。今日なんかすごい初見さんが多かったっていうか、そんな感じが しました。やっぱ朝だからあれなのかな、興味本位で来てくれた方もいるのかな。皆さん本当に今日もありがとうございました。え、ブログ？あ、ね、そう、あのね、私やっぱ言うのやめたすごいみんなのこと知ってるからダンジョン読んでない。ダンジョンなんかもうちょっと8分になったら、58分になったらよ。もう大分、そう、大分行きます。皆さん待っててね。お邪魔します。大分さん、はじめまして。楽しんでいきたいと思います。大分もいおりって呼んでください。もう何でも、正直何でもいいですよ。さゆー、さゆーにゃさん歌ってダメだ、大きい声。つないだ手のひらから好きがあふれる。じゃあラッキーピッポーしよう、最後に。いくよ、ラッキーピッポーしてもいい？大好きって言って。大好き本当にありがとう。あ、待って、58分いくよ、いくよ、せーの、ポン。え、せーの、ポン。サトッシーさん、今日のラッキーピーポーはサトッシーさんです。ありがとうございました、見に来てくださって。そしたらでは壇上を読みます。壇上を読みたいと思います。12位はコシさん、ありがとうございます。え、違う、13位はコシさん、ありがとうございます。12位、コデゼロさんかな、ありがとうございます。すごい、なんつんだっけ、こういう怪獣みたいな。11位セヒセイさん、ありがとうございます。10位マイ、ありがとう。9位ヒロヤさん、ありがとうございます。8位鈴圭さん、ありがとう。あ、コップのフジコさんみたいなやつだ。7位シュガさん、ありがとうございます。6位キルハックさん、ありがとう。5位ベニーさん、ありがとうございます。4位中田さん、ありがとう。3位星さん、ちょっと被って見えなかった。3位星さん、ありがとうございます。2位大ちゃん、大ちゃんありがとう。1位、そして1位はドルルルルルルン、セイゴです。ありがとうございました皆さん。そう、スペシャルギフトも皆さん本当にたくさんのギフトありがとうございます。ハートとかバラとかいっぱいありがとう。ちょっとじゃあ最後に言おうかな、久しぶりに。行くよ、ごめんね、名前呼ばれなかった、レン、ごめん。でもコメント見てる皆さん、ごめん、名前とかコメントとかちゃんと読めないかもしれないけど、ちゃんと見てます、ごめんね。皆さん520です。お礼色に染まってくれるかな。